バハル・アルガザール地方は、南スーダンの地方。南スーダン北西部に位置し、北、バハル・アルガザール州、西、バハル・アルガザール州、レイク州、ワラブ州の4州を指す。地方名は、この地域を流れるバハル、アルガザール川から取られた。この地域は、東部のスット大湿原と西部の高原からなり、主に林化人が、自給農業や牧畜を営んでいる。 人口393万人。この地域は歴史的に北隣のダルフール地方のフール人に侵略を受け続けてきた。1864年にはエジプトのムハンマド・アリー朝の支配下に入り、エジプトがイギリスの保護国となるとこの地域は両国共同統治領へ誇り領スーダンの一部となった。共同統治下ではこの地域は イギリスの支配を受け、キリスト教の布教が進んだ。また、行政官からアラブ人を排除し、この地方出身者を中心とした統治機構を作り上げた。しかし1948年になるとこの地域は、バハル・アルガザール州となり、アラブ人主体の北部スーダンとの一体化が進められるようになった。これにより、バハル・アルガザールをはじめ、南部全域で不満が増大し、 1956年のスーダン独立後も、この不満は募る一方で、やがて1982年にはこの地方で、ジョン・ガランによってスーダン人民解放軍が結成され、第二次スーダン内戦が勃発することとなった。この内戦によって、バハル・アルガザールは荒廃した。1996年には、北部のスーダン政府はこの地方を4州へと分割したが、戦争は収まらず、 2003年の停戦まで戦争は続いた。4州と22軍に分けられていた。また、スーダンと領土問題のあるアビエー軍はワラブ州に属していた。サルバ・キール・マヤルディ大統領令によって10州に分けられた。ありがとうございます。